願いします。はい、お願いします。だから私のお店のプレゼンテーションを始めます。店名は看板にある通りオブシディアンと読みます。オブシディアンは2年生の皆さんはしつこいほど聞かされてると思うんですけど、宝石で黒い鉱物です。火山活動によって作られる鉱物なんですけど、日本名で言うと黒曜石って、黒曜石をちょっとあのカッコつけて言ったバージョンのお店なんですけど、このオブシディアンっていう宝石は、宝石の言葉が求める結果にたどり着くスピードを早めるっていう宝石言葉があって、このお店に来たら、あ、こんなもの欲しかったんだよなって思ってもらえるような、そんなお店を目指したいと思ってこのお店の名前にしました。で、コンセプトとしては、女性はレディース、男性はメンズを着るって決まってないじゃないですか、服装とかでも。ね、先生、はい女性がメンズを着てもいいし、男性がレディースを着てもいいと思う。に生きてほしいなという願いを込めてこのお店を立ち上げました。ジュエリーショップらしいこの高級感って大切だと思うんですけど、なんか堅苦しくて入りにくいじゃないですか。一回入ったらなんか買わないといけないなってなっちゃうのは私的に NG なんですね。あのリスけなしてるわけじゃないんですけど、あのお店の名前出しちゃったんですけど、4度 C とか入りづらくないですか。なんかもう一回入ったらみんなこっち見てて、なんか買わないかなってこう見られてるような、そういう雰囲気のジュエリーショップは避けたいなと思って、ジュエリーを身近に感じてほしい、気軽なこういうカジュアルな格好で来店していただけるお店を目指しています。奥様がスーパーでこうトマトが安いわねっていうようなぐらいで、こう、あ、このジェリーいいわねってこうなるような気軽なお店を目指しています。ターゲットとしては幅広い世代のメンズライトでクールな女性、ふわふわのスカートを履いている女性よりはスキニーパンツとか、ノーヒールを履いている人よりはハイヒールとかピンヒールをコツコツ鳴らしながら風を切って歩いている女性をターゲットにしています。出店場所は中央区南磐梯町弁天公園の隣です。公園の隣にこのお店を出します。で、決め手は緑が多いことです。お店の窓から公園の木々を借りっぱくですか、借ります木々、緑を借ります。そして2つ目のケースとしては、子どもの賑やかな声が聞こえること、遊んでる声が店内に響いて店内に経費無料の BGM を流しますそしてあと、子どもを公園にお母さんと一緒に来ると思うんですけど、その公園に連れてきたママさんの集客を図ります。さらに子どもが公園で遊んでる間にママ友の間で、あのお店知ってるみたいな、この当店の話題をしてもらって、ママ友からママ友へ、さらなるママ友のママさん世代の集客を図ります。そして、店舗一番大事なんですけど、お店がサリーズダイナーの裏で、サリーズダイナーって多分行ったことある人いると思うんですけど、パンケーキ屋さんで、あのご近所さんのアントランスはあのパン屋さんの隣がいいなんですけど、私はこのパンケーキのお店の近くが良くて、休憩になったらすぐに食べられる近さなのでこの場所を選びました。そして店舗外観、椅子の下に軽く模型を作ったんですけど、屋根と大きな三角形の扉が特徴的な外観なんですね。私は新潟に出店したいので、あの適切で雪下ろしが必要ないこの素晴らしいこの屋根、全部流れていく屋根、ね、で、お母さんに連れてきてもらった子供の好奇心をくすぐる秘密基地のようなデザインにしました。片側の壁は全面、内側の壁なんですけど、全面大きい窓になっていて、ここから公園の緑を遮蔽します。で、店内を外からオープンに見せることで、ジュエリーショップのこの入りにくさとかを
軽減して太陽光をこうたくさん取り入れることで明るい店内にします。そして窓際のこういう感じでこう窓際にジュエリーを配置するんですけど、窓際のジュエリーが傷まないようにこのガラスには UV カットとか断熱加工を施してあって、あと公園からボールが飛んできても大丈夫なように強化ガラスになっています。内装はまあこういう感じでディスプレイになるんですけど、ここのボードにイラストと解説の図があるのでちょっと小さくて見にくいんですけど見ていただきたいと思います。そんな感じですかね。1年生の時より1年生のこの終了制作の時にコメントを書いてくださいっていう紙に DM の青木先輩からいらっしゃるんですけど、青木先輩からこう女性らしさを強めた作品をもっと見たいというアドバイスをいただいたので、1年生の時はすごい男っぽいものが多かったんですけど、2年生になってからは女性らしさを強めた作品作りというのを心がけました。一番お気に入りがこの山谷先生との共同作業で作ったこのランプなんですけど、このランプはもう私のイメージで書いたそのままこうアウトプットしたようなそのまま出てきたような完成度で作れたのと、この消すと分かるんですけど間接照明でこの影を見せたいんですね。でここがこうぐるぐるこう回るように作ったので、全然触ってもらってもいいので好きな影を見つけてほしいし、この辺のボックスもちょっとガンってやれば出るのでちょっと強く引っ張ると出るので、自由にいじって触ってみてもらって構わないので、ご来店をお待ちしております。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ先生方、近くでどうぞ。でもなんか時計が本当は置きたいよっていう、はい、時計をそのあまりにもなんかこうちょっとどうしたかな、未来版だよね。これは課題じゃなくて自分の課題ないですけど、卒業制作っていう形でちょっとこだわらせてもらって、中もあるんです。中もあります。でもあのしょうもないのかな。いやでこれ通常授業の課題、それはあのみんな作ってはいるんですけど、うん、ちょっと時間かけて時間もらって作ります。ひき肉ね、うまいよ、見ない画面の私だった使いづらいそこがいいんだよね。簡単に使えないとこがいいんだよね。これはみんないるんですね。みんないませんよ。はい、ありがとうございました。